はい、どうも、こんにちは。今日ね、パズドラ友情歌手で、果たして、大魔王サタンは、一撃神引きが来るかっていうことをちょっとね、検証してみたいと思います。あれ友情歌手なんかで、ね、大魔王サタン、来るのって方いると思うんだけど、それが来てしまうんです。この瞬間を僕が今からお見せしようと思います。じゃあちょっと友情ガチャ引いてみます。で、大魔王サタンが来たら、ね、本当に発狂します。ってことで一回回します、まず。じゃあ行きます。へい来い来い大魔王サタン来い大魔王ふぅ大魔王サタンおサタンの手下が来たじゃん、これ。サタンの手下。ヒカリン。やったぜ、大魔王サタンが来たーって感じで。ね、来るわけないんですよ、優勝ガチャで、そもそも。そもそも来るわけないんですけど、まあ、大魔王サタンを優勝っていうタイトルがやってみたかっただけです。ね。本当に、ね、まあ、ただ、それだけのことなんですよね。まあ、もう一回ちょっとね、今度、友情ガチャでちょっとチャレンジしてみたいと思います。大魔王サタンを友情ガチャで出そうとした結果、大魔王サタンは来ることは一度もありませんでした。まあ、これはちょっとね、厳しい現実やったなっていうね。ことはね、ちょっと、あらわにいました。大魔王サタン強いよね、正直言って。大魔王サタンの話をしようと思います。なんで大魔王サタンってあんな強いのって言うと、やっぱりね、そう。やっぱ、あれでしょ、なんか、スキルが強いんでしょ、大魔王サタンって。ね、欲しい。ただ、さ、ちょうどいいよわ。マジで、マイナス9999だけど。ちょっと見て、ちょっとみんな欲しがっちゃってる。もうさ、初代の王サタンって。そう。いや、これ、パズドラでさ、これ、フレンドさんは終わったんだけど。マジで。な、俺スキル。悪魔王なんてやつ、マタイプの子が 3.5 倍なんし、やばけん 3.5 倍って。ピーター好きだってあれでしょ？なんかコンボやる必要なくて 3.5 倍とかさ、超やばいじゃん、ほんとに。超やばいじゃん、めっちゃ強いじゃん。3.5 倍って、これドラゴンボールコラボなんてさ、ちゃんと、3種類、うん、あれ、ハート、水、あと2、なんか、闇、光属性、でしょ、あと、の中で、水か。3コンボで 3.5 倍。初代魔王サタンなんて悪魔タイプってだけでさ、3.5 倍とかさ、縛り少なすぎるやんけ、と。めっちゃ強いやんけ。な、ワールドエンドとかめっちゃ強いしさ、H1 なんか300ダメージとかさ、もう無敵じゃないっすか。大魔王サタン。ちょっと、ね、フレンドの某A君がちょっと持っててね、ちょっとやり込んで、いいなと思って、羨ましかったわ。は。な、俺の今のリーダーはトランクスの進化したやつだからよ。スーパートランクスだから、ちょっと使いづらいんだわ、スーパートランクスじゃ、ちょっと。大魔王サタン。な、ちょっと俺にぴったしのモンスターだと思うからね、持ってる人いたら、ちょっとね、ね、羨ましいっすわ。な。まあ、フレンド今いっぱいなんで募集できないんですけど、まあ、大魔王サタンをフレンドで僕もちょっと一度たりぐらい使いたいなと思ってますよね、本当に。だってフレンドでさ、最近思うんだけど、スーパー孫悟空とかおるやんけ。そう。スーパー孫悟空。そう、スーパー孫悟空が、スーパー孫悟空。正直スーパー孫悟空。羨ましいよな、ほんとに。スーパー孫悟空。ねえ。スーパー孫悟空。とは、羨ましいよね。正直。俺も羨ましいもん。孫悟空さんが。ほんとに。だって俺も孫悟空欲しいもん。だって4倍でしょ？ 4 倍なんてさ、なかなか当てに入んないモンスターじゃないですか。そう、だからあの4倍のモンスター俺も欲しいなと思ってね。そう、そういう感じなんですよ。もう話すことはないんです。